この時期になると思い出すことが私あるんですね、はい、昔からほら天気が崩れると古傷が痛むということがありますよね。あ、痛みます ね、はい、あの怪我や手術をした後回復したように見えても、はい、天気が崩れたりするとなんか古傷が痛むみたいな、はい、そんなことが あります。あれ気圧のせいですか ね、私は体だけじゃなくて心も時として古傷が痛むっていう時があるんです。そうなんですか、かわいそう、まあ、実際ね自分のことを振り返ってみても、ずいぶん昔のことで、もう解決したはずなのに、なんだか心の古傷が痛むっていう、こう経験をします。そうですよね、思い出したくないこととかありますよね。ありますね、まあ、こんな私なんですけどもあるんですね、はい、そうするとこの心の古傷は心をこう痛めてきて良くないわけですよ。そうですよね、昔の傷を思い出すと気持ち落ち込んだりするじゃないですか。ねえ、もう思い返しても仕方ないのに考えちゃいますもんね。そうなんですよ、まあ、正直自分の中にある防御反応が機能しちゃうので、はい、まあ、傷つけられた言葉とか人の仕草を思い出すとなんでっていう感じに、まあ、気持ちが落ち込んだりします、はい、もう解決してると思ったのに、まあ、そういうことを感じてしまうことがあるんですね。そうですね、時々思い出しちゃうんですね、はい、そういう心の状態って体にいいと思います？良くないですね。そうなんですよ、うん、バイブルに神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものとなったって書いてある場所を見つけたんですよ、はい、私これだなと思いました、はい、神様は人間の体を作られたんですけども、神様の息吹が吹き込まれた時初めて人間が生きるものとなったって書いてあるんですね、はい、で私は神様は良いお方だと思ってるんですね、はい、で、その神様が吹き込まれた息で人は生きるものとなったんだ、それを読んだ時に、あーそうか、古傷に目を向けるんじゃなくて人を生かす神様に目を向けてみようと思うようになったんですね。そうですね、その方がいいです ね、で神様の言葉ゴッドスペルですよね、はい、つまりはゴスペルです。もともとゴスペルは英語の曲が多いんですけども、気になっていたゴスペルが私あって、はい、その言葉の意味を日本語でなんて言ってるんだろうと思うようになりました。英語だったんですね。そうなんです、はい、それでそのゴスペルの言葉に興味が湧いて、はい、英語得意な友達に翻訳してもらったことがあるんですよ。あ、いいですね、はい、そしたらその訳の中に賛美せずにはいられない、ジーザスが私を深みから引き上げてくださったからだって、そういう言葉に出会ったんですよ、はい、この言葉はいい言葉だなと私感動しましてですね、それから古傷が心の古傷が痛んだ時にはジーザスが私を深みから引き上げてくださってありがとうっていう気持ちで一日を終えるようにと考えるようになったんですね、はい、古傷が痛むことがあったらゴスペルの希望の言葉、ジーザスが深みから引き上げてくださったということを思い出して、新しい命で生きるものとなりたいなと思います。